プログレは、トヨタ自動車が1998年5月から2007年5月まで販売していたセダン型の普通乗用車である。メルセデス・ベンツ C クラスや BMW3 シリーズに該当する小さな高級車をキャッチコピーとし、車体全幅を小型自動車枠相当である 1700mm に、また全長も 4500mm と極めて、 コンパクトに抑えていることが特徴である。車格は D セグメントないし、フル C セグメントに相当するものの、ホイールベースは販売当時の10、11代目クラウンと同等の 2780mm を誇り、居住空間は十分な広さを確保している。エンジンは直列6気筒排気量 3000cc ないし、2500cc の自然吸気ガソリンエンジン。 駆動方式は FR。プラットフォームは8代目マーク2系、足回りは10代目クラウン系である。エクステリア・インテリアともに、極めて保守的なデザインであるが、本社のチーフエンジニアである、野口満氏は、同時期にフルモデルチェンジした2代目センチュリーの CEF を、兼任しており、プログレの特徴である丸型に等と縦型にで、構成される。 フロントマスクと類似したイラストが2代目センチュリーのデザイン案として提案されていた。品質はクラウン以上のセルシオ品質と謳われ、全車塗装は全員色5走行と、吸音材を多用、装備もレーダークルーズコントロール、本革シート、高性能オーディオ等が用意され、カーテンエアバッグやナビ AI シフトは日本車では初搭載となるなど、当時の最新のテクノロジーも盛り込まれていた。 特筆に値する点として、NC300、NC250 ともに、元決めのパネルドアトリムコンビステアリングホイール、シフトレバーノブウィンカー、ワイパーレバーノブをユース、ウォールナットパッケージのオプションが用意されている。センチュリーと同じくエクステリアやインテリアに、トヨタの CI エンブレムが付いていない数少ない車種で、あり、代わりに、車名の頭文字、P o をあしらったエンブレムが、フロントグリル、 トランクリット、ホイールセンターキャップ、ステアリングホイール及びキーにつけられている。これは、既存のトヨタのセダン系車種ヒエラルキーに属すことを否定したためとされている。また、グレード名に関される NC は、ネオカテの当時後であった。マイナーチェンジ後の2001年6月には、前幅・は、長をやや拡大して、スタイリングも若々しくした姉妹車ブレビスを発売開始。 しかしながら、プログレブレビスともに販売台数は伸びず、2007年5月、販売不振、車種整理の対象とされたため販売終了。9年の歴史に幕を下ろした。要因として、保守的すぎた、エクステリアインテリアのほか、同クラスの他の FR セダンとの差別化が図れず、サイズの割に、コストがかかり高額であったこと、当時は、小さな高級車が受け入れられなかったことが挙げられる。 事実上の後継者はミドルクラスのハイブリッドカーの際である。また本来の目標であった C クラスや3シリーズに対抗するプレミアムコンパクトという点ではそもそもアルテッツァ時代からそれらを対抗車種としてきたイズが該当する。車の性格上チューニングベースに用いられることはほぼないが JZ エンジンで FR かつ不人気で中古車価格が安く。 短い全長で運転がしやすい、他の JZ エンジン搭載車と異なり乱暴に、扱われた個体が存在しないといった理由で、大掛かりな改造を施して、ドリフトのベースとして使用されることがある。フランス語の、進歩、新種から、デアゴスティーニジャパン、週刊日本の名車第47号9ページより、当時のトヨタ公式の映像カタログでは、 プログレ NC300 を1997年モデルの W202C280 及び E36328i と比較している。プログレの寸法は1998年当時販売されていた同社の T210 型コロナプレミオや S11 型コンフォート並みとコンパクトさを歌っていた。本、木目パネルはそれ以前に初代ウィンダムでも採用された。 2000年7月、アリストに S300 ォールナットパッケージが追加され、2004年登場の4代目、クラウンマジェスタが、全車本、木目パネルが、標準装備となった。ブレビスは6年。2003年に、クラウンが、ゼロクラウンこと12代目に、2004年にマーク2が、マーク X に、2005年にアリストと、アルテッツァが、レクサスブランドの GS と、 伊豆にそれぞれモデルチェンジした。これらは、プラットフォームの刷新に加え、エンジンを、直気録の JZK から、V6 のグレーン系へ転換し、デザインも、大幅に若返りを図るなどの大変革を行った。2005年12月最終モデルプログレの、カタログ記載メーカー希望小売価格は322万から420万円。対して2002年10月最終モデル11代目。 クラウンロイヤルは295万から442万円と、プログレの新車価格は事実上クラウン以上であった。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第47号9ページより、ありがとうございます。